セブンクラウンズ。どこかでその名前を耳にしたような。ん、主様にも聞き覚えがあるのですか。ふむ。そのユースティアナなる人物と相対した際にその名前が出てきたのですね。その際にもセブンクラウンズというものに聞き覚えがないかと尋ねられたのですか。なるほど。だとしたらますます私の懸念が現実味を帯びてきましたね。この世界には神様のような奇跡を行使しうる七人の超越的な存在がいるようなのです。それがセブンクラウンズと呼ばれる不可思議な超人たちです。私もそのセブンクラウンズの一人だと自称するある人物に話を聞いただけで、本当にそんな摩訶不思議な存在がいるのか半信半疑ではありますけど。ある人物とは。それが本題になります。その人物こそ先日に防御を振るった大量破壊魔法を予見していた存在。私も占いで何かの災禍が訪れることは予感していたのですけど、そんな私に接触し警告をしてきた人物がいたのです。それがセブンクラウンズの一人だと自称する不可解な存在。本名かどうかは分かりませんが、ネネカと名乗っておりました。見た目は私と同じかそれ以上に幼い愛らしい女の子でした。奇妙な風体をしていて、見た目の割に落ち着いていたというか神々しく大人びていましたね。彼女はこの近くに研究所のような施設を構えており、たまに私たちとも取引をしていました。希少な鉱物や動植物が欲しいので採取してきてほしいみたいな依頼をたまにされましたね。その見返りとして私たちが欲しい情報を与えてくれました。どうも彼女は豊富な知識を持っており、普通はありえない奇跡じみた力も行使できたようです。例えば己を分解し再構築して全く異なる存在に変身したりとか。うむ、そういう風に異なる姿に変身するのが得意なようじゃな。わらわの見た目の年齢が変化することに興味を抱いたようで、あれこれ質問攻めにされたわい。ちなみにわらわの城に秘蔵する古文書にもセブンクラウンズという名前は記載されておる。欠落が多いし今のわらわには満足には読み解けんのじゃがな。その古文書に確かにネネカという名前は記されておったぞ。独特な筆致だったので判読しづらかったのじゃが、ネネカとあった。これでネネカと読むらしい。これがその古文書じゃ。見るがよから。他に確認できるセブンクラウンズの名前はアキラ、マナ、ラジニカーンとクリスティーナ。ちなみにこのマナとやらがユースティアナらしい。それもまたネネカから教わった情報じゃがな。お、クリスティーナって言いました。それってあのクリスティーナですか。ん、心当たりがあるようじゃの。いや、まあ珍しい名前でもないし、話の知ってるらしいやつと同一人物かはわからんがな。うん、そういえばあの男はクリスティーナをセブンクラウンズと呼んでいたような。それにラジニカーンとってあのヘンテコリンな格好をした男の人？
よくわかりませんけど、ともかく大量破壊魔法について予言したのはそのネネカという人物です。私よりもそちらに話を聞くべきだと思いますよ。どうも何やら重要人物のようですし、彼女の本拠地である研究所にはこの城にある転移魔法陣からしか行けません。だから皆さんをここにお呼びしたんです。ちなみにその魔法陣はイリアさんにしか使用できません。なのでイリアさんの許可を取っておこうとも思ったんです。あれ不安定じゃからあんまり触りたくないんじゃけどな。話のためならぜひもなし。怒って暴れる都を沈めてくれた恩義もあるしな。必要ならばわらわが魔法陣を起動させてやろうぞ。そうですね、そのネネカという人に接触できれば私たちに必要な情報が得られるかも。有益な助言をありがとうございます皆さん。いえいえ、この方にはみんなお世話になってますから。それにどうやら皆さんは何やら非常に重要な使命を帯びている様子。この世界を揺るがすような一大事の渦中にいるように思えます。この世界に生きる全てのものにとってきっと他人事ではありません。皆さんのお役に立てるなら光栄に思います。二度と悲劇は繰り返しません。私、牧場に被害が出てしまったことが心残りなんです。私がきちんと予言をしていれば、もっと強く警告していればと。忍の責任ではなかろうけれども、確かに悲劇を繰り返すのは避けたいところじゃな。喜びや幸せは多い方が、悲しみや痛みは少ない方が良い。それが悠久の時を生きるわらわが見出した真理の一つじゃよ。どうしました、コッコロちゃん。ちょっと顔色が優れないですね。ええ大丈夫でございます、ご心配なく。どういうことでしょう。古文書に記されたセブンクラウンズとやらの名前の一つに見覚えがあります。これは長老の、私の父の名前でございます。珍しい名前ですし、まさか同姓同名の別人でもなさそうですけど。そういえばここに名前のあるクリスティーナとやらが先日カオンを吸収したあの人物なら、彼女は私を見て異様な反応をしていたような。私の父がセブンクラウンズかもしれないという事実と何か関係があるのでしょうか。神殿にこもって得たアメス様の託戦にも気になるものがありましたし、何でしょう、わけもなく不安になってしまいます。あ、すみません、何かおっしゃいましたか主様。申し訳ありません、心ここにあらずで聞いておりませんでした心配なさらずとも大丈夫でございます。ちょっと連日の疲れが出てしまったのでしょう。ご心配なく、私は常に万全です。主様のためにいつでも粉骨砕身いたします、たとえこれから先どれだけおぞましい事実を知ることになろうとも、主様と共に過ごした日々は、そこで得たあったかい幸福感は決して嘘にはなりません。なかったことにはなりませんよね。そうでしょう、主様。